でその、まあ、成績もすごい伸び悩んでいたんですよ。でその中学校2年生の時に、まあ、少しずつこう慣れてはきたんですけど、やっぱりまだまだ伸び悩んでるというかっていう状況の時に、その、まあ、川人先生がその時にその自分が、まあ、成績悩んでるっていう相談をしたら、川人先生が、まあ、そんなみんなからねいろいろバカにされたりとかされても別にいいじゃない、あなたにはじゃその英語があるんだから、じゃその英語もっと伸ばせばいいじゃないかと、でそうやって言ってくださったんですよ。自分のできないことに悩んでいる暇があったら、優れている面をもっともっと伸ばしていった方がいいんじゃないかなということで話をしたんだと思うんですけれども、それが心に残っていてくださったっていうのはとても光栄です。